この賞一つで年収1億円獲得することができた生徒さんが続出でした。はいどうも、バイナリ投資塾の陽介です。今回の動画はインジケーターが一つにもかかわらず年収1億円を効率よく簡単に稼げる産経手法を特別に伝授いたします。でこの手法は僕自身、まあ、産経手法って言ってるんですけど、この産経って効率よく簡単に稼げる、この言葉の頭文字を取って、まあ、3K って呼んでるんですが、この手は僕が持ってる中でも最も簡単に利益を出していける手法で、この手を一つで年収1億円獲得することができた生徒さんが続出したんです。しかも勝率はなんと 100% に最も近い手法になるんです。で中には正直勝率 100% なんて存在しないだろうって思ってる方が多いと思うんですが、あながち間違ってなくてむしろ正しいです。今 YouTube に公開されてる 100% の手法ってほとんどが出任せっていうことが多くて、ぶっちゃけ信じない方がいいんです。ただ勝率 100% に近いエントリーポイントっていうのがある、これも事実で、それこそが今回の産経手法に当たるんです。では早速ね、今回の手法に解説に入る前に僕のチャンネル登録をお願いします。その時その時の相場に合わせた手法の解説を僕なりの見解を伝えながら紹介しています。ぜひいいねをしてチャンネル登録をしてこちらの動画をご覧ください。はい、そうしましたら早速インジケーターの挿入方法と設定数値についてお伝えしていこうと思います。で今回はご覧いただいて分かるようにインジケーターは一つしか使いません。たったの一つしか使わないんですが、これがめちゃくちゃ強いです。でこの後ね、まあ、インジケーターの解説の後にポイントの紹介をしていくんですけども、あまりの強さにこれ驚愕すると思います。本当にそれだけ強い仕様になりますので、ここの設定数値に関しましては必ず見逃さないようにしてください。それではまず挿入していこうと思うんですが、こちらの挿入インジケーターで、このトレンドの中にありますこちらですね、ボリンジャーバンド、こちらを選択してください。そうするとこのような設定画面が表示されます。でまずこのパラメータのところで期間を20、偏差を4、提供価格はクローズで設定をしてください。こちらで OK ボタンを押していきます。はい、したらこれだけです。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。まずこの準備するっていう部分に関しては速攻でしたよね。だからこれ条件もめちゃくちゃ簡単なんです。では早速ね、ちょっとポイントの紹介をしていきたいと思います。はい、そうしましたらこちらがハイエントリーの条件となります。でまず見ていただきたいのがこちらのボリンジャーバンドとローソク足の位置関係です。このローソク足がこのボリンジャーバンドの下のシグマライン、まあ、今回偏差を4と設定してますので、マイナス4シグマにこのローソク足がタッチしていることを確認してください。でこれに関しては実体でもいいですし、ヒゲタッチでも OK です。このタッチしたポイントを確認してください。でここが基準となり、条件が一致したポイントです。こちらの達成の次の足でハイエントリーをかけていきます。そうするとこのように陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。これたったのこれだけなんですよ。これめちゃくちゃ簡単じゃないですか。冒頭でお伝えした産経手法の由来って覚えてます？効率よく簡単に稼げる、この3つの頭文字を取って産経と呼んでるんですけども、まさにその名にふさわしい手法だと思います。ですしこれ条件が揃ったポイントに関してはかなりの期待値を誇ってるんですね。もう本当に言ってしまえば負けるのが逆に難しいっていうぐらいなんですよ。まあ条件をね間違えちゃったとかってなればまた別の話なんですけども、それだけ簡単な手法ってことなんですね。で今見ていただいたのが一応ハイエントリーのポイントになりますので、まあここもねちょっと条件を一致しているようなポイントになるんですが、ちょっとねローエントリーのポイントを見ていきたいと思います。はい、したらこちらですね、こちらがローエントリーのポイントになります。まあ、先ほどのハイエントリーの逆になりますので、まあ、イメージはねしやすいかなと思います。まあ、同様にローソク足とボリンジャーバンドの位置関係を見てください。で基準となるのがこちらのローソク足、このローソク足がボリンジャーバンドのプラス4シグマに触れたタイミングで、実体でもいいですしヒゲタッチでも構いません。このようにプラス4シグマに触れたタイミング、こちらの次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。条件はたったのこれだけなので、もうすでにね習得できた方も多いんではないでしょうか。じゃあこれが直近相場で見た時にどのくらいの結果を生んでるか、ここをちょっとお見せしていこうと思います。はい、したらこんな感じですね。これが半日ちょっとぐらいの結果になるんですが、黄色い達成が勝ってるポイントで、この赤い達成が負けてるポイントです。結果としましては15戦14勝、1万エントリーで行った際は12万3000の利益を獲得できてるってことです。これすごくないですか？たったの半日で10万超えですよ。
1万円が10万円以上に化けるってことです。これだけ強力な仕様なんで、僕はこれを産経仕様と名付けてるんです。そしたらね、利益もある程度見えてきたところで、まあ、もう一度ちょっとおさらいしたいなと思います。はい、そしたら続いてこちらですね。こちらは半円取りのポイントです。このローソク足がボリンジャーバンドのマイナス4シグマにタッチしたタイミング、まあここで言うとね、まあヒゲにタッチっていう感じですよね。まああの正直ほとんど実体触れるってことは少ないかなと思います。結局4シグマに触れるってことはかなりの確率で反発するんですね。でこれボリンジャーバンドの特性を理解している方であれば、ここってなんとなくね根拠の部分は結びつくんですけども、結局このバンド内に収まるっていうのがボリンジャーバンドの最大の特徴なんですね。で本来であれば2シグマだったり3シグマ、まあこのあたりをね使う方が多いんですが、今回4シグマで設定してますので、触れた際にはかなりの確率で反発します。つまりボリンジャーバンドの下に触れたタイミングっていうのは反発して上昇しやすいっていうのがあるので、こちらの達成の次の足でハイエントリーをかけていただくと、このように陽線が形成してるんです。しっかりと利益に結びつけることができています。はい、そしたら続いてこちらですね。お、ここは結構珍しいですね。まあ、ここで見ていただいて分かるようにローエントリーのポイントで、このローソク足がボリンジャーバンドのプラス4シグマに触れています。で先ほど実体触れることが少ないって伝えたんですけど、まさに来ましたね。これはヒゲタッチというよりかはしっかりと実体に触れています。つまり条件が確認しやすいので自信を持ったエントリーをしてください。なのでこの達成の次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのように陰線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。そしたらここでねちょっと注意点をお伝えしていこうと思います。まあ、結構根本的な部分ではあるんですが、条件が揃ったタイミング、まあ要するにこのボリンジャーバンドのシグマに触れたポイントで、たとえこれが陰線であろうが陽線であろうが、タッチしたら逆張りでエントリーをしてください。まあローエントリーであればこういったように陽線がつくことが多くて、じゃあ半エントリーであればマイナス4シグマに陰線がまあつくことが多かったりするんですが、どっちのローソク足がつくかっていうのは関係ありません。しっかりと触れたタイミングで逆張りでエントリーをしていただければ OK です。でこのボリンジャーバンドの特性からすると、本当に勝率でいうと 100% に近いものの、やっぱり投資である以上っていうのは経済指標だったり金融政策などによる変動っていうのは少なからずありますので、初めの方はなるべく正エントリーで行っていただきたいです。特にこの後ね、年末年始にかけてはやっぱり相場が荒れやすい。それに今回の年末年始って、まあ、いわば初めてなんですよ。結局世界規模のこのパンデミックの影響でいろいろ不便ありましたよね。でまあようやく落ち着いてきたりっていうのもあるんですが、そもそもこのパンデミックの影響を受けた年末年始、まあこれは去年ねあったんである程度データは取れてるんですけども、これが収束した後の年末年始ってこれ予測がつけづらいんですね。つまり荒れるは荒れると思うんですが、どのくらい荒れるかって振り幅が想像つかないんです。ってことはこういった相場に関してはなるべく少ない資金で始めていただくか、もしくは避けていただく方が堅実です。まあ確かに勝率が高いからといって、まあ早く稼いでいくために大きい掛け金でエントリーをする、この気持ち自体はすごいわかるんですが、投資で一番大事なことっていうのはやっぱり堅実に進めていく、その上で結果を積み重ねていくっていうことが大事になりますので、このあたりは意識して取り組んでいただきたいなと思います。そして今回の仕様のおすすめをちょっと発表しようと思います。でまずおすすめ時間っていうのは、各市場がオープンして1時間と経済指標が発表される前後30分以外を避けてください。でそれ以外っていうのは特にね縛りっていうのはなくて、ほぼ24時間どの時間でもエントリーが可能な仕様です。条件はかなりいいですよね。でおすすめ通貨ペアに関しては、今回ねご紹介しているような USDJPY、 いわばドル円ですね。あとはユーロ円、オージー円、ユーロドル、ポンドドル、このあたりがおすすめですので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、ということでね、今回の仕様はいかがだったでしょうか。今回の仕様は本当に効率よく簡単に稼げる、まさに産経手法を公開したんですが、もちろんエントリー回数はめちゃくちゃ多いっていう手法でもないので、稼げてるっていう実感は少ないかなと思うんですが、これエントリーポイントは少ないにもかかわらず、しっかりと負けを減らしてトレードしていくことがこの仕様の醍醐味になりますので、しっかりと条件とルールっていうのは守ってトレードしていただければと思います。では本日はこれで動画を終わろうと思いますが、こちらの動画が良かったよって思った方はぜひいいねとチャンネル登録の方よろしくお願いします。でまた概要欄に僕の LINE を貼っておきますので、登録していただけると今後有益な情報
これを素早く入手できますので、ぜひ登録の方もお願いします。でまた分かんないことがありましたら LINE でお気軽に聞いてください。次回以降も初心者でも勝てる簡単に稼げる人をどんどん紹介していきますので、楽しみにお待ちいただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。